にちは、小松です。今回の動画はケムさんの通販初めて買ってみたという初めてのケムさんタイアップの回です。海外商品で実際大丈夫なの？とか購入品の正直なレビューとかも忖度なしにちゃんとレポいたします。そしてめちゃくちゃお得なクーポンもあるので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。大きなね、荷物が届きました。しかも2個も。今回お話しいただいた時にデブさんが見てくださる視聴者さんに 90% オフするので好きなもの2つ選んでくださいって提案が来たんですが、 90% オフって何って一瞬目の前の宇宙になりました。私のチャンネル見てくださってる方限定で、私が選んだものを2点 90% オフで買えるっていうのをやってくださるみたいです。 90% ってすごくないですか？海外サイト様強いっすよね。っていうわけで、せっかくだったら皆様に高くていいものを 90% オフにしてもらいたいと、手芸に必須な家電2点を格安にしてもらいました。この後すぐに紹介しますね。 30% オフクーポンは下の概要欄に貼ってあるリンクをクリックか、こちらのコードを検索で使ってみてください。取得には条件がありますので、詳しくは概要欄をご覧ください。新たに1万5000円分のクーポンの追加も発行していただきました。というわけで早速開封していくよ。それと今回ですね、皆様に使っていただけるクーポンを私が選ぶ2点以外でも安くなるようにティムさんがご用意してくださいました。こちらの画面に表示されているクーポンコードを検索欄で入力するだけで 30% オフクーポンももらえるので、よかったら使ってみてください。こちらも下の概要欄に貼っておきますね。送料無料プラス90日間以内返品無料だそうで、こちらのクーポンは24時間以内に有効なので早めに使ってみてくださいね。で、海外サイトで一番気になってたのが、箱の潰れと害虫とかじゃないですか。私代表して、今回もくまなくチェックしましたが、全然大丈夫でしたー。この後も箱から段ボールからチェックしたけど、全くのノー問題です。箱も大して潰れてなくて、心配だった電化製品も故障なく到着してくれてました。よかったですー。そして、この中からすごくおすすめだった2点、90% オフにしてもらいましたー。それはこちら、ミシンでーす。すごーい、かわいい。実家にはあるんですが、マイミシン持ってなくて、収納できるコンパクトタイプ欲しかったんですよ。小さいながら作りがしっかりしてて、これはほんとガチで使えそうです。これ、今回 90% オフのクーポン使うと、驚異の456円。待って、文字打ってて怖いですね。ミシン456円とか、意味がわかんない。すごい。とにかくこのお値段なので、ミシンゲットしたい皆様、ぜひこの機会に下のクーポン使ってみてください。格安でも付属品はちゃんとフルセットで付いてます。届いたその日から使える感じですね。これはボタンではなくて、縫い方が書いてあるだけなので、このダイヤルで12種類切り替えて、ここの番号の縫い方にできるって感じですね。ここにスイッチがあるので、遅いと早いが手元で切り替えられます。繰り返し縫いもここでできます。裏は、下糸巻きももちろん完備です。手元ライトもついております。小さいのにすごいですよね。後半でこれを使って何か作ってみますね。そして 90% オフに選んだもう一品、ミシンといったらこれ、ミニアイロンだーい。しかもずっと欲しかった上からのプレスも得意な小さめのアイロンでーす。小型なのでどこにでも持っていけるし、小さいのに高音もしっかり出るようなので、ボタンもオンオフと温度調節の2種類だけと、めっちゃ分かりやすくて使いやすいです。最近アイロンプリントにめっちゃハマってて、このスチーム穴が開いてないタイプの欲しかったんですよね。上からのプレスも得意な形状なので、力も入るし、プリントが綺麗にできそうですね。こちらも後半実際に使ってレビューしますね。
そしてこれも今回 90% オフのクーポンを使うと驚異の129円。もうちょっとよくわからないですね。すごいです。とにかくこのお値段なので、ミニアイロン使ってみたい方、ぜひこの光クーポン使ってみてください。そしてこの他購入したのはアイロンプリントのためのシートですね。 A4 サイズが20枚入って、このお値段とは、これがあったらオリジナル T シャツとか作れちゃいますよね。大きめシートなのにめっちゃお得です。こちらもちょっと後でアイロンと一緒に使ってみますね。そしてアイロン用に買ったこちらミニアイロンプレスマット、小さい、かわいい、なんかこう卓上で作る時とかにこのサイズのマットがあるとさっと取り出せてめちゃくちゃ便利ですよね。今後活躍してくれそうです。そしてこちらシンプルな巾着袋ですね。素材になる無地の小さな袋って結構売ってなくて、こちらもアイロンシートのベースとして買ってみました。考えられないぐらいお安かったです。こちらもちょっと後で使って作ってみますね。そしてこちらミニヒートバンことエンボスヒーターです。そろそろ買い替えたかったのでめっちゃ安くてびっくりです。こちらも後で使ってみます。そしてこちら2液性レジンですね。めっちゃ入ってるのにこれまたお買い得、手袋とかフルセット入ってこのお値段でした。格安2液レジンってどうなのって思ったので、この後使ってみて使用感とかレビューしてみますね。お次はこちらレジン着色剤の発色セットです。この基本的な色が揃ってれば大概の色は作れると思うので、すごいお買い得ですよね。これもこの後使って何か作ってみますね。そして同じくこちらレジン着色用に買ったゴールドパウダーです。パウダーなのでネイルにも使えたり、いろいろな工作で使えそうですよね。ちょっとこれもまたこの後どのくらい発色するのか実験したいと思います。そしてこれです。もうこのパレットモールドめっちゃ可愛くて一目惚れして買いました。小さな仕切りになってて中に色が入れられます。こちらもこの後作って試してみますね。こちらもレジン用シリコンモールドです。ゴールドって書いてあって、なんと小さな金塊が作れるという面白いモールドです。可愛すぎて買ってみたので、これもレジン当てて流してみますね。そして最後こちら65個ものアイテムが入ったレジン初心者セットでーす。私ですね、実はこういう初心者キットって今まで買ったことがなくて、実際どんな感じなんだろうって常々こう疑問だったので、今回ちょっと買ってみました。中はいろいろ入っていて、充実のキットになっておりました。これもどんなものができるのか実験してみたいので、この後作ってみますね。全部出したらこんないっぱい入ってました。そんなこんなで、バーッと紹介しましたが、このまま一気に作って検証してみます。先ほどのレジンキットの中から何点かピックアップしてみました。ちゃんとレジン液から何から何まで全部入っててすごいですね。可愛いシリコンモールドがついていたので、これにレジンを流して作っていこうと思います。紫パウダーをレジンに入れて混ぜ混ぜ、型に流して硬化、ピンクのパウダーも出して混ぜ混ぜ、香水のモールドの方にちょっぴちょっぴ乗せて上からレジン液を流して硬化。お、ちゃんと綺麗にできましたね。ちっちゃくてこれ可愛いですね。付属してたシールとかもせっかくあるんで、ペタペタと貼っていきます。レジンを塗って、硬化。ツヤツヤにね、できました。ヒートンをね、上に刺して、付属のボールチェーンをつけたら、完成でーす。
ングキットだけでね、できました。初心者セットなかなかですね。私ちょっと紫のハートには思い入れがある人生を送っているので、とても素晴らしいキットだと思いました。そして、このめっちゃ作りたかったミニパレットモールド作ってみます。レジンを出して、白の着色料を入れて、混ぜ混ぜ、モールドに流していきます。ここで今回買ったエンボスヒーターを使ってみます。いい感じですね。気泡もちゃんと飛ぶし、温度も火力もバッチリ大丈夫です。これ700円台はお買い得でしたね。こうか。取り出していきます。かわいい。いや、こっちもかわいい。レジン着色料で中に色を入れていって、こうか。こんな感じにできました。これ本当かわいいですよね。色を変えていっぱいこう作りたくなっちゃいます。そして、二液リシンと金塊モールドの登場です。ちゃんと金塊風にこうゴールドって書いてあるのがほんと可愛いなっていうね。文字を綺麗に出したかったので、このパウダーをモールドの方にも塗っておきます。次に二液レジンを作っていきます。同じ分量を合わせて、混ぜ混ぜ。放置で気泡が抜けるタイプなので置いておいて、ゴールドパウダーを投入してまた混ぜ混ぜ、そして型に流していきます。あとは箱とかに入れて8時間後に硬化したら完成ですね。そして最後は気になるミシンの登場です。この無地の巾着袋を塗ってみます。裏返して、この角の部分を斜めに縫って袋にマチを作りたいと思います。おー、返し縫いレバーでリターン。しっかり縫えてるー。ちゃんとしたミシンですね。両方縫って袋を裏返したら、巾着袋にマチがつきました。なんか丸っぽくなって可愛くなりましたよね。そしてこれをこちらのアイロンシートでプリントしていきたいと思います。文字を反転させてプリンターで印刷してきました。報酬っていうね、こうね、こちらを固めの板の上でプレスしていきます。これ100均で買ってきたまな板ですね。来ました、ミニアイロン。使い方は簡単。スイッチを押すだけでオンになります。下に温度が出るので何回か押すと好きな温度に切り替えができます。温まるまで下のシリコン皿に置いて待ちます。温まると温度のボタンが緑色になっているので、エアイロンプリントを置いてプレスします。じゅわ、アイロン目が平らだしプレスしやすい設計なのでとてもやりやすいです。熱が冷めたら裏紙を剥がして、上に付属されていた仕上げ紙を乗せて固定させるためまたプレスをします。剥がしたら完成でーす。報酬。ずーっと作ってみたかった憧れの報酬袋も完成し、金塊も作ることができました。ざーっと作ったもの並べるとこんな感じです。ハンドメイド品ばっかり買ってみたんですが、いかがだったでしょうか。最後にもう一度クーポン情報を載せておきますね。下の概要欄にもリンク貼っておきますね。リンクをクリックしてゲットしたクーポンは24時間以内にしか使えないので、早めに使用してください。テムさんは送料無料で90日以内は返品も無料だそうです。すごい。ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
それでは今日はこの辺でおしまいです。またお会いしましょう。